どうも、現役探偵の片岡です。私の探偵歴10年の中でこれまで様々な案件を取り扱ってきました。まあご相談いただいた案件に対してはベストを尽くし100点の成果が上げられるよう努力をしておりますが、中には残念ながら調査が途中で停止することもあります。それは探偵業界用語でですね、切ると呼ばれる案件です。契約も済ませて調査をある程度行ったにもかかわらず途中で中断する案件のことでございます。まあ切るは代名詞でもあり動詞でも使います。要例はですね、代名詞ではこの案件は切るでという使い方をします。人によっては切りとも言います。動詞では尾行を切る、現場を切るなどと使います。様々な理由で起きる、切るなんですが、今回どういった理由で、発生するのか、そしてその決断材料についてご紹介させていただきますので、お付き合いよろしくお願いいたします。1、調査対象者の過度な警戒ということで、まあ調査中断理由の 60% ほどは調査対象者のですね、過度な警戒により調査が継続不能と判断した時でございます。ちなみにこのパーセントの割合はあくまで片岡探偵事務所で受けた依頼者の中から割り出しています。継続不能の、判断材料は状況によっていろいろありますが、徒歩での尾行で考えると以下の警戒挙動でございます。1、対象者が何度も自分の背後を振り返る。2、対象者が同じ道を行ったり来たりする。3、対象者が急に立ち止まる。4、対象者が曲がり角で待ち伏せする。5、4はですね、調査員存在の目星をつけていることが考えられるので、その場からすぐに離れます。我々探偵が調査に臨むにあたり第一優先としているのは最大限の調査成果を上げることと法の遵守です。それと同等に重んじているのが調査員の安全と対象者に調査をされていることを認識させないことと依頼者の存在を気づかれないようにすることです。探偵はこの2つを合わせて現場を壊さないと表現します。どれか1つ欠けても探偵という仕事は続けられません。これは探偵あるあるというよりも探偵業の鉄則として日々心がけています。2、調査対象者の白フラグが立った時、まあ調査中断理由のですね 20% ほどは現場の調査員が対象者の行動を見る限りどう考えても白だと判断した時です。白というのはですね、疑惑に値しないということです。我が片岡探偵事務所においては調査依頼の 80% から 90% が浮気不定調査です。調査を通じて対象者に浮気の兆候が見られない場合は契約時に結んだ調査期間の途中であっても私は依頼者に調査の中断を申し出ることにしています。現場にいない依頼者には状況は分かりません。調査員がですね、正確に報告しなければ成果も出ないのに無駄に調査することや調査をしたことにして調査費用をせしめることも可能なんです。そういった悪徳探偵業者がいたのも事実でした。しかしそんな調査をしても依頼者のためそして自分のためになるはずがありません。これはどのような職業でもそうですが、仕事というものは信頼なくてはついてこないものなんですね。仕事のクオリティへの信頼、人間性への信頼、資金力への信頼などいろいろな信頼があると思います。特に探偵業界ですね、横のつながりが強くてですね、調査内容によっては人手が欲しい時や別の現場と重なった時にですね、知り合いの探偵者に調査を依頼することなど頻繁にあります。その逆もあるんですね。どちらも信頼があって成り立つんです。またごく稀に依頼者が数社にお願いしている場合があるんですよ。同時にではなく A 社に頼んで成果が上げられなかったので御社にお願いしたいというケースですね。その際に依頼者の口から必ず出るのが A 社がいかにダメな調査会社だったかっていうものなんですよ。 A 社は依頼者の信頼を損ねた結果ですよ。継続するはずだった仕事を失い横のつながりも失っていくのは明らかじゃないですか。依頼者と調査の中断に同意することによって当然その調査費用は契約時よりも減額になることもありますが、
調査中断を申し出ることがあります。まあ白フラグが立ったかどうかの判断は非常に難しいところなんですが、行動や人間性などから、まあ、確率的に判断していくんですね。まあ詳しくは企業秘密になりますので説明は割愛させていただきます。3、依頼者の強い要望。まあ調査中断理由の 17% ほどはですね、依頼者からの強い要望があった時です。基本的にはですね、調査を交わした契約書の内容にのっとって進めていきますが、調査期間の途中で依頼者からの強い要望により調査を中断することがあります。その多くはですね、調査員からの途中報告に対して逆上した依頼者が浮気の現場に乗り込んできて、もうめちゃくちゃにしてしまうっていうことなんですね。まあ中には対象者の前に私を引っ張っていって、この人に浮気の証拠を見せてやってください、今日のこの人の行動を全部言ってやってくださいと、もう探偵の存在をバラすどころか説明まで強要する依頼者もいました。もっとひどい時は対象者にこうもう掴まれてですね、服を破かれたりカメラを壊されたりすることもありました。まあ数年前の案件で浮気が発覚した中国人男性から、お前も男だろ、見た感じ30代後半だな、男なら浮気するだろ、お前30代後半だろ、男なら浮気したことあるだろう、30代後半で間違いないな、ホテルの前でもう大騒ぎになってパトカーが出動してきてみたいなこともあったんです。またある依頼者は調査員からの途中報告に対して、傷ついてこれ以上現実と向き合うことが困難な精神状態に追い込まれる方もいました。これは 100% 依頼者のためにはなりませんので、直ちに調査を中断して穏やかに暮らせる環境を整えることをお勧めしております。探偵ではこれ以上のことができず後味の悪いものになることがたまにあります。他にも依頼者の行動に異常性が見られる場合に、まあ、調査継続が不能と判断する案件もあります。まさに猟奇的ともいえる依頼者もいました。これはまた別の動画でお話したいと思います。4、犯罪に関わる依頼。まあ調査中断理由の、最後の 3% は以下のような理由があります。1、依頼者や対象者が反社会組織に属していることが発覚した。2、依頼者が身分を偽っていることが発覚した。3、調査中に対象者や依頼者が犯罪を犯す。 3% という数字の通り本当にまあ稀なケースでもありますが、長く探偵をやっていると必ず出会うあるある案件でございます。私が経験した案件の中では刑事事件にまで発展したこともありますので、守秘義務の範囲内で具体的にご紹介いたしますね。1、依頼者や対象者が反社会的組織に属していることが発覚した。まあ依頼内容がですね、人探しをしており、あるパーティーがあるので参加者の出入りをチェックして可能な限り顔写真を撮影してほしいと。こちらの案件はですね、まあ、状況的に安全な場所からの撮影が可能でしたので契約を終えて調査を進めていましたが、依頼者について不審な点があったので調べてみると、反社会的組織とつながりがあることが分かって、その敵対組織のパーティーであることが判明したので調査を中断しました。2、依頼者が身分を偽っていることが発覚した。まあ依頼内容、結婚前提に付き合っている女性が浮気不貞をしていないか確認しておきたく、そこを調査してほしいと。こちらの案件は昔からよくある案件なんですが、依頼者が親御さんというケースがほとんどですが、付き合っている当事者からの依頼だったので多少違和感はありましたが、まあ契約して依頼者の情報から対象者の女性が住むという実家の出入り調査を始めました。まあ、調査の際には依頼者より可能な限り以下のような情報をいただくようにしています。名前、年齢、身長、体重、体格、足のサイズ、髪型、服装、靴、帽子の有無、アクセサリー、カバンなどの持ち物、移動方法、車、バイク、自転車、徒歩、電車やバスの公共機関など聞きます。そしてタバコや飲酒、性格、癖、歩く速度、立ち寄り先、趣味、禁煙の写真や画像や動画、万が一にも調査対象者を間違えることがないようになるべく細かく聞き取りをします。しかしこの調査において禁煙の写真や画像や動画を保存していたスマホが壊れてしまって、
データがなくなってしまったのことで1枚もありませんでした。ね、対象者は両親と3人で実家の一軒家に住んでいるということなので判別は可能だろうと私は判断して調査を始めたのです。調査開始の初日から対象者であろう女性の姿を確認し撮影した画像で依頼者にも間違いないという回答を得て調査を続けました。3日間の調査中に、浮気不定の可能性を感じるような行動は見受けられませんでした。対象者は朝会社に行って夕方には帰宅して犬の散歩に行き夕飯の買い物をして23時ぐらいには就寝している様子でした。全く普通の生活そのものでした。対象者の就寝のタイミングで電話で依頼者に部屋の電気が消えたことを報告して調査を終了していました。3日目もこれまでの2日間同様特に不審な点はないことを報告したところ依頼者は本当に一人で寝てるのか、もしかしたら男性が入るのを見落としてないか、庭に忍び込んで部屋の中を確認してもらえないかと言い出したんですね。何かしらの成果が出ないことに対しての焦りや無駄にお金を使ってしまっているという損得感情から何でも疑ってしまうという心理状態に陥っているような感じだったんですね。これは浮気不定調査案件の男性依頼者にはもうあるあるなんですよ。これ女性依頼者は往々にしてメールや電話のやり取りやスケジュール帳などから証拠を積み上げて間違いないと判断してから依頼に踏み切ることが多いんです。反対に男性依頼者は何か浮気しているはずとか浮気していてほしいという発想から依頼することも多いのでこういう時は見落としはありません。不法侵入になるような法に触れる調査はできないですし浮気をしていないということが分かってよかったんじゃないですかとしっかり説明をすると冷静になって理解してくれることがほとんどなんですね。しかしこの依頼者は全く聞く耳を持たずお金を払ってんだ早く忍び込めできなければ盗聴しろなんともうわめき散らしてくるので冷静になってから話しましょうと伝えて強引にも電話切りました。もう多大な違和感を感じたため依頼者自体の調査を始めたところ実は対象者とは以前に付き合っていたが現在は別れており、対象者は別の男性と付き合っていてですね来月には結婚する予定であることが判明したんですね。身分を偽った依頼者には調査の中断を伝え実際に移動した分の調査費用はいただき残りは返金しました。撮影データや調査報告書などもちろん渡さずに破棄しました。場合によってはですね私たちの調査データが犯罪に使われる可能性もあります。依頼者自体の人物の見極めが必要ですしこれも探偵としての大切な技術と才能だと思います。対象者のプライベートを全て把握したい依頼者、愛するがゆえに乗り越えてしまった犯罪、点と点が線になる探偵トークです。あなたの隣に詐欺師がいます。チャンネル登録、高評価、ベルマーク通知登録、コメントよろしくお願いいたします。